じゃーん。これで今日は無農薬、我が家のレモネード、うん、すごい結構気づく。そうだ、トゲ気をつけなきゃいけないよ、うん、ほらほら見て見て、トゲすごい。うわ、めっちゃ育ってる。はーい、今日は樹種の家のレモネード作りしていきます。チン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 、酒屋のみじくわって売ってるよ。チンチン下がるよ。チンチン、種が結構。チン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 、渋谷のみじぬて売ってるよ。チンチン、もうちょっと薄く切らないと。え、そう、うん、結構ダイナミック琉球、ね、ダイナミック琉球レモンすかしって名前にしよう。そう、薄い方がいいのかしらね、やっぱり。切れなくはないんだけど。はい、1対1で入れていきます。楽しみ、はい、できました。自家製レモネードショップ。それでは作ってまいりましょう。自家製のこれかな。これは美味しい。うん、この適度な甘みと苦味ですね。苦味と、うん、はい、皆さんまだこれが全部時間今回のね。あ、そうだそうだ、俺がもうちょい味調整しながら量を皆さんにお出しできるように調整しますので、こぞってお貸しください。もちろんカレーもあります。じゃあこっち向いて。僕飲んでるだけの人です。美味しい。はい。でも私の切り方が熱いのがあったから。作ってる辺を見た人は知ってる。やっぱ薄く切るべきだねこれ。うん。まあまあ歯ごたえ派の人もいるかも。うんうん、薄く切った方が食べれます。